こんにちは、りょうです。 DM リサーチ、今回は100年変わり種のレビューをしていきたいと思います。今回は2つ食べていきたいと思います。まず1つ目はこちら、コンソメダブルパンチ味の焼きそば、こちら。そして2つ目はペヤング焼きそば、キクラゲと卵の焼きそば。今回はこちらの2つを実際に食べてレビューしていきたいと思います。やるぞ。はじめにこちらの焼きそばを食べていこうと思うんですけど、こちらは発売から35周年を迎えたスーパーカップと、発売から20周年を迎えたカルビーポテトチップス、コンソメダブルパンチ味、この2つのダブルコラボレーションの焼きそばになってます。スーパーカップは私もよく食べてて、コスパもいいし、安くて量もたくさん入って美味しいので、よくスーパーカップのカップ麺食べてるんですけど、しかもこのポテトチップスコンソメ味、私も大好きです。コンソメダブルパンチ味、この私の大好きな2つがダブルコラボレーションしたこの豪華なカップ麺、それでは作って食べていきたいと思います。3分待っていきます。お湯を捨ててきたので入れて準備していきます。なんかすでにもうコンソメの、ポテトチップスのコンソメの匂いがする。すごい、なんか面白いですね。混ぜました。ちょっと全体的に麺がオレンジ色っぽくなりましたね。そしてこの火薬入りシーズニングを入れます。すっごい、待って、これめっちゃいい匂い、これ。うわあ、そうですね、めっちゃいい匂いする。完成しました。早速食べていきます。いただきます。コンソメの香りがすっごくいい香りが来てるので楽しみ。この丸い粒がなんかあったじゃないですか、あれがなんだろう、気になりますね。このお菓子のコンソメパンチも、あの味を楽しみながら、その麺もそのまんまですね、めっちゃ美味しい。でこの火薬入りっていうので、火薬入りの粉を入れた時にちっちゃい粒が入ってたと思うんですけど、がちっちゃい、なんて言うんだろう、天かすみたいな感じなんですけど、なんかそのシャリシャリしてて、なんかお菓子スナックを食べてるような感じで、本当にこの食感も楽しいですね。で味もコンソメ、本当に、あ、後味もやばい。これはこれはコンソメ好きな方もうぜひ食べていただきたいですね。
ちょっとコンソメ風味だなっていうよりかは、風味じゃなくてコンソメ味なので、風味を楽しむというよりかは本当にコンソメ味が広がってます。これお子さんとか子供にもすごく人気が高そうですね。すごいなんか感動です。美味しかった、めっちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。続いてはこちら、ペヤング焼きそば、キクラゲと卵の焼きそば。もういろいろな種類のペヤングさん出しされてるので、いろいろと食べてみたいのたくさんあるんですけど、今回はこちらのカップ麺食べていきます、作っていきます。3分待っていきます。火薬入れ忘れてました。火薬すぐ入れます。すごいいい匂いがする。じゃあ改めて待っていきます。お湯を捨ててきたので、捨ててきたのでソースを入れて混ぜていきます。すごいなんかサラサラしてるソースが。これ中華の匂いがする。すごい。こちらがペヤングさんのキクラゲと卵の焼きそばです。すごくソースがサラサラしてて、香りも本当に中華屋さんに行ってすごくこうめちゃくちゃいい香りするじゃないですか。めっちゃいい匂いがする。でこちらはあのソースが塩ベースでチキンの旨味を効かせたソースらしいので、この色もなんか焼きそば の, あの茶色のイメージというか結構薄めな色してますね。おー、新しい。これも食べていきます。いただきます。食べたことない味、新しい。いや美味しいです、すごい美味しいです。なんかやっぱ塩ベースのソースだから結構あっさりした感じで食べやすいですね。でも口に入れた瞬間からキクラゲの香りが鼻を通ってしてくるんですけど、本当に食べたことない初めての焼きそばって感じ。火薬に入ってる卵もすごいなんかこう柔らかくてふわふわしてるんですよ。キクラゲのコリコリした感じも、食感もすごい楽しいですね。これごちそうさまでした。今回はコンソメダブルパンチ味の焼きそばとキクラゲと卵の焼きそば2つ食べていきました。まずスーパーカップと、あとカルビのあのポテトチップスのダブルコラボの商品なんですけど、あれはもう本当になんか感動というか、もう本当にあのコンソメダブルパンチ味の焼きそば、もう本当そのまんまで、ごめんなさい、本当にもうそのまんまなんですよ。まあ、あの香りと、あとコンソメ味、かなりこうパンチの強いコンソメ味と、あとあのなんかポテトチップスを実際に本当に食べてるかのような
こう感覚にもさせてくれる丸いあのスナックみたいなのも入ってて、あの子供から大人まで楽しめる、そんな焼きそばだなと思いました。本当に美味しかったです。そしてペヤングさんのキクラゲと卵の焼きそば、あちらももうすごく印象に残ってるのがやっぱりあの香りですね。もうソースをかけた瞬間の中華料理屋さんでこう中華料理がこうボンと運ばれてきた時のあの時のあの香り、本当に中華料理屋さんに来たかのような感じの感覚になったんですけど、キクラゲと、あと卵とネギとこの火薬のなんていうんですかね、食感がすごく楽しくて、コリコリ感とかこう卵のとろける感じ、あとネギのシャキシャキした感じが、あの塩ベースでチキン味の旨味を効かせたあのソースと一緒に麺を食べると、なんかもうすごい新しいハーモニーが生まれるというか、本当になんか新感覚な新しい焼きそばだなと思いました。キクラゲと卵の焼きそばも美味しかったです。今までに激辛のカップ麺とか、そういった辛いカップ麺を食べてレビューしていったりとかしていったんですけど、その中で視聴者の方から他にも辛いの以外にもあのちょっと変わった味のカップ麺とかのレビューもぜひお願いしますという依頼をいくつかいただいたので、今回実際にやってみました。他にもたくさん、もうスーパーに行ったらたくさんあのちょっと変わった、あのこれどんな味なんだろうっていうようなちょっと変わった面白いカップ麺もたくさん並んでるので、また少しずつそういったカップ麺のレビューもしていけたらなと思います。変わり種のカップ麺も本当に食べてて楽しいなと思いました。ぜひ皆さんも気になる方試してみてください。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。まだまだやるぞ。